あなたの目の前で突然激しい胸痛を訴えている人がいたらどうしますか？激しい頭痛を訴えている人、腹痛を訴えて苦しんでいる人がいたらどうしますか？目の前で突然人が倒れたらどうしますか？そのような現状があなた方の家、学校、そしてこの会場で起こることはあり得るのです。そのような現場にあなた方が居合わせたとしましょう。あなた方にはさまざまな選択肢があります。見て見ぬふりをしてしまうのか、110当番の通報をするのか、2人で相談するのか、目の前にいる人に近づくのか、そのような選択肢の中で正しい選択肢をした者に関してはこの人の命を救うことができるかもしれません。そしてそのためには正しい知識と技術が必要になります。人の命を救うには多くの方の協力が必要です。この救命の連鎖という4つの輪の連続的なつながりが非常に大事になります。1つ目の輪は心停止の予防です。胸が痛いというような初期症状を見逃さず適切な対応を取ることが重要になります。2つ目の輪は早期の認識と通報です。目の前で倒れた方に対して呼びかけたり体を揺すったり叩いたりして反応がない場合は直ちに119番通報を行います。3つ目の輪は一時救命処置です。倒れた人に対して胸、お腹の動きを確認し普段通りの呼吸がないと判断した場合は心停止と判断し直ちに胸骨圧迫を開始します。また AED が近くにある場合はその AED を装着し心肺蘇生を試みます。またこの3つの輪の流れの中で現場に居合わせた人、すなわちバイスタンダーの役割が非常に重要になってきます。このバイスタンダーはこの心停止の予防から一時救命処置までの中で関わります。そしてその後は病院全救護のスペシャリストである救急隊員に引き継ぎ医療機関に搬送され、医師をはじめとした医療従事者によって蘇生の治療が行われます。これが最後の輪である二次救命処置です。最後に人の命を救うために必要なこと、知識と技術はもちろんなんですが、それだけでは十分ではありません。そこに心がなくてはなりません。人を助けるという熱い思い、そして一歩前に踏み出す、この勇気が必要不可欠なんです。